はい、どうもなぎです。というわけで今回の動画はついに夏がスタート、6月の魚と虫が豪華すぎるということで、ついに6月がやってきました。あつ森内では6月から夏シーズンが始まるということで、6月は今までの月と比べて珍しい魚とか虫がたくさん追加されました。今回の動画ではそんな6月に追加された魚とか虫をまとめつつ、その中でも重要な魚と虫を簡単に紹介していこうと思います。この動画の全体的な流れとしては、前半に6月の魚について、6月はね、特に魚がすごいです。で、後半に6月の虫についてお話ししていこうと思います。このチャンネルではこういったあつ森で皆さんの役に立つ情報を中心に、いろいろなゲームをやっています。いち早くあつ森の情報を知りたいという方や、いつもおすすめ欄から動画を見てるけど、まだチャンネル登録をしてないという方は、ぜひ登録ボタンをポチッとしていってください。それでは早速本題の方に行きましょう。まずは6月の魚についてですね。6月は魚が本当にすごいです。ぶっちゃけこの魚の話がしたいがためにこの動画を撮っているまであります。それぐらいね、6月の魚っていうのは超豪華になってるんですよ。それじゃあまずは今月から釣れるようになった魚です。まずは海の魚ですね。今回お話ししていく中でも海の魚は特にすごいです。6月は海の宝石箱ならぬ、海が宝石箱状態です。6月から釣れるようになる海の魚は全部で6種類。コバンザメ、サメ、シュモクザメ、ジンベエザメ、ノコギリザメ、ハナヒゲウツボの6種類です。これを聞いていただいたらすぐに分かったと思うんですけど、6月からはサメがね、一気に釣れるようになったんですよね。このサメっていうのはコバンザメ以外はどのサメも非常に高価格で売れる上に、博物館に寄贈した時の迫力も他の魚とは段違いです。集めるのはね、ちょっと大変になってしまうんですけど、模型にしてもかなり迫力のある魚なので、基本的に釣らない理由はありません。出現率こそね、少し低いんですけど、サメの魚影っていうのは背びれがついているので、魚影を見つけること自体はそこまで難しくありません。ひたすら走り回って背びれ付きの魚を探すもよし、魚の餌をね、大量に使って、背びれ付きの魚影が出てくるまで何度餌をまくもよしです。なので、サメのコンプリート自体はそこまでね、難しくないとは思います。ちなみにサメの出現する時間帯なんですけど、すべてのサメが同時に出現する時間帯は、朝の9時から夕方の16時以外の時間であれば、どの時間帯でもすべてのサメを釣ることができます。逆に、朝9時から夕方の16時の時間帯だと、コバンザメとジンベエザメしかサメがいないので、ジンベエザメ一点狙いで釣りたいっていう方は、この朝9時から夕方の16時の時間帯に釣るのもいいかもしれません。このサメをね、釣る際に一番嬉しいのは、背びれのおかげでスズキの魚影と簡単に見分けがつくっていうところですよね。釣るときにね、絶対にスズキじゃないっていうだけで、かなりスレスフリーに釣りをすることができます。もうスズキはね、全あつ森ユーザーの敵と言っても過言ではありません。スズキは進撃の巨人でいうところの巨人、鬼滅の刃でいうところの鬼みたいなもんです。すいません。さすがにちょっと話しておりました。何にせよ、6月は背びれ付きの魚を見かけたら必ず釣ってあげるようにしましょう。ちょっとね、話が長くなっちゃったんですけど、次は川の魚についてですね。6月から釣れるようになった川の魚は全部で6種類です。アラワナ、エンドケイリー、ピラピア、ドラド、ピラニア、ピラルクの6種類です。この5種類のうち、ティラピア、ピラニア以外の4種類の魚っていうのは、非常に売却価格が高く、サイズも大きい魚がほとんどです。なので、海の魚同様、川の魚も、この6月から一気に豪華になりました。中でも、ピラルクは、魚影が最大サイズの LLL サイズなので、必ず取っておきましょう。ピラルクとアラワナの両方が入った博物館の水槽っていうのはもう圧巻の一言です。ただし、川の魚は、海のサメと違って、魚影の見分けが難しいため、ブラックバス時刻になってしまう点には注意が必要です。このね、スズキとブラックバスね、この2匹めちゃくちゃ嫌いなんですよね。なんでね、僕同様、この2匹が嫌いな人っていうのはね、ぜひ、チャンネル登録よろしくお願いします。無理やりね、チャンネルの宣伝をしたところで、次は虫って言いたいところなんですけど、今月は、なんと、池の魚もめちゃくちゃ豪華になってるんですよ。6月から釣れるようになった池の魚は全部で2種類です。ガーと、ライギョですね。2匹とも売却価格自体はそんな高い、めちゃくちゃ高いってわけでもないんですけど、両方とも魚のね、サイズが非常に大きくて、博物館に飾れば結構目立つ魚になっています。なんで、ベル稼ぎをする分には池の魚っていうのはあんまりね、効率よくはないんですけど、
まだこのガーとライギョの2匹を釣ったことがないっていう人はね、早めに釣って博物館に寄贈してあげるようにしましょう。さて、魚の話だけでね、ちょっとかなり長くなってしまったんですけど、こっからはね、虫のお話もしていきたいと思います。まずは6月から取れるようになった虫は全部で6種類です。カ、カナブン、ゴライアスオオツノハナムグリ、虹色クワガタ、ホタル、モルホチョウですね。この中だとゴライアスオオツノハナムグリと虹色クワガタ、モルホチョウが売却価格の高い虫になっています。ただね、この3匹の売却価格なんてどうでもいいんです。すいません、どうでもいいは言い過ぎました。それよりも6月の虫で注目してほしいのはホタルです。なんとこのホタル、6月から取れるようになった虫にもかかわらず7月からは出現しなくなるんですよね。要はこのホタルっていうのは6月にしか出現しない虫になっています。まあ、見た目も綺麗ですし、博物館に寄贈したい虫ランキングも全国1位かどうかは知らないんですけど、まあ、絶対にね、寄贈しておくべき虫だと思います。ちなみにホタルの出現する時間としては夜の19時から深夜の4時の間で、なおかつ雨が降っていない日となっている上に、出現する場所も川や池の近くと結構ね、限定的なので、まだ手に入れてない人は必ず入手しておくようにしましょう。ここからは少しだけ余談になってしまうんですが、6月が終わって7月になると手に入らなくなる魚とね、虫もご紹介しておこうと思います。まあ、時間変更せずに魚と虫をコンプリートしようと思っている方は、ここから紹介する魚と虫は必ず手に入れておくようにしましょう。まず7月になると釣れなくなる魚は2種類です。大イワナとヤマメの2種類ですね。この2種類の魚っていうのは崖の上の川でしか釣れない魚になっているので、まだね、釣っていない人も結構多いかもしれません。まあ、この2種類の魚が釣れるのは6月までなので、取り逃しのないように気をつけておきましょう。ちなみにこういった崖上の川が捕まえやすくなる崖上釣り堀のね、作り方っていうのを以前動画で紹介しているので、まだ見たことがないっていう人は概要欄に動画のリンクを貼っているので、ぜひ一度見てみてください。それでは次は7月になると手に入らなくなる虫についてですね。7月から手に入らなくなる虫はちょっと多いんですけど、全部で7種類です。カラサギハ、ダンゴムシ、テントウムシ、バイオリンムシ、ムカデ、モンキチョウ、モンシロチョウの7種類です。まあ、どの虫もそこまで珍しい虫っていうわけではないんですけど、ダンゴムシとムカデは石を叩いたら出てくるっていう少しね、変わった入手方法なので、まだ手に入れてない人は石を叩いて必ず手に入れておきましょう。まあ、この魚と虫をね、コンプリートすると金の釣り竿と金の網の DIY レシピを入手することができます。金の釣り竿と金の虫網の DIY レシピが欲しい人は、ここで紹介した2種類の魚と7種類の虫っていうのはね、取り逃しがないように6月中に必ず手に入れておくようにしましょう。以上が7月から手に入らなくなる魚と虫についてでした。ということで、今回の動画はいかがだったでしょうか。今回の動画をね、簡単にまとめると、まずは6月から釣れるようになった魚は全部で14種類です。海の魚はコバンザメ、サメ、シュモクザメ、ジンベエザメ、ノコギリザメ、ハナヒゲウツモの6種類、川の魚はアロワナ、エンドケリー、ティラピア、ドラド、ピラニア、ピラルクの6種類、池の魚はガーとライギョですね。まあ、以上の全部で14種類の魚となっています。まあ、6月はね、博物館に寄贈しがいのある魚がね、一気に増えたので、必ずコンプリートしておくようにしましょう。続いて虫ですね。6月から取れるようになった虫は全部で6種類、カ、カナブン、ゴライアスオオツノハナムグリ、ニジイロクワガタ、ホタル、モルホチョウの6種類です。まあ、この中でもね、ホタルが6月しか出現しない虫になっているので、必ず手に入れておくようにしましょう。ということで、今回の動画はいかがだったでしょうか。この動画がね、参考になったっていう方は、ぜひ高評価ボタンをね、ポチッと押していってください。またこういった動画を作ってほしいとか、こんな新情報があったぞっていう方はね、ぜひコメント欄で教えていただけると嬉しいです。今後もこういった皆さんの役に立つ情報を素早く、わかりやすく動画にしていこうと思います。それでは、ご視聴ありがとうございました。